並ぶ専門家、今回の研修の、ポイントみたいなところをちょっと教えていただきたいんですけど。そうですね、ポイントとしましてはですね、真面目にちょっと消してもらっていいですか。はい、テイク2、はい、並ぶ専門家、今回の研修のポイントっていうのはどんなところなんでしょうか。そうですね、やはり現物を触ると、それから実践をすると、そして即デモンストレーションということで、現場で農家の人に伝えると、そういう実用的な研修にしたいというのが今回のコンセプトでございます。なるほど。これまた普及研修をしているところなんですけど、どういったところですね、普及員の能力をどういうふうに上げるかというのはどうお考えですか。やっぱりまずは農家と上手にコミュニケーションできるようになってほしいなと思いますね。まず農家と語り合う、これがやっぱり基本ではないでしょうか。一番難しいかったところ、難しいところってどこですかね。カウンターパートの要求にどう、要求をどう跳ね返すかというバーンとバシーンと全ての要求に応えてたら自分の身が持たないので、ことを調整して向こうにも納得してもらって、こっちも問題なく処理するかというところですかね。はい、はい、評価の難しいところはどういうところでしょうか。そうですね、やっぱりこう私はモニタリングといって、成果みたいなものをこう出さなきゃいけない、見せるっていうのが必要なんですけど、人の能力みたいな、こういう形でこう測るみたいなのを測れればいいんですけどね、やっぱりこう人の能力とか、あとやる気とか、やっぱ測れないものを、伝えていけるのかっていうところで一番難しいです。ちょっと全然違うなというところありますか。今は土地の方が確かに自然環境、大きな違いは確かに自然環境が違います。西部州を主に見てきたので、じゃあどちらの方がポテンシャルが高いかというと、やっぱりそれは作物にもよりますね。で、西部州の場合は水が豊富ですけど、逆にその水をコントロールするのが難しい。レスキャップのあれですかね、レスキャップが求める普及のあり方みたいなのってどんなふうに考えてらっしゃいますか。日本語で日本語でいいです。ガンビアの普及員、我々が普及員に対してこう望んでいることは、普及員がやはり自分の担当している農家、キャンプをしっかりと知ってですね、どういう問題があって、どういうふうにやっぱり解決していかなきゃいけないかということをしっかりと自分で把握して、自分で考えながら農家の人と一緒にやりながら考えて農家の農業をしていくと、そういった普及員がもっともっと出てきてくれたらいいんじゃないか。